こちらは弊社 BCL のデータ抽出ソフトウェアを日本の会社に適用した際のデモンストレーションです。日本の会社はアメリカの会社と同じくデータをテキスト形式や表形式でリリースしています。弊社ではユーザーが情報を取得し、ユーザーのスプレッドシートやデータベースなどに取り組みやすくするためのウェブサイトを開発しました。それではそのウェブサイトに行き、例を見ていきましょう。ソニーと入力して検索すると、電気機器の会社と保険の会社2社が表示されます。電気機器の会社は私たちのよく知っている会社なので、こちらをクリックすると会社の概要が表示されます。ここではサマリー情報を見ることができ、表示は英語と日本語に対応しています。そして再び英語の表示に戻します。ここで表示されるのが開示情報です。ここでは PDF 形式の文章を閲覧できます。この部分の情報を拡大します。データはここでも閲覧することができ、PDF と値が一致していることがわかります。このようにして、日本の証券取引所に上場している3000社以上の情報を取得できます。将来のプランとして、サブスクリプション形式による開示情報のリアルタイム、および過去データの配信を計画しております。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。